はい、こんにちは。今日は久しぶりにアルミホイール磨き動画をやりたいと思います。クリスタルマジックリミテッドとね、以前にリスナーさんにいただいた、なんだこれ、アストロプロダクツというなんかスポンジ、これで磨くといいですよって言われたんでね、ちょっとこれ使って磨いてみたいと思います。ではスターティング、OK、やってみますよ。クリスタルマジックよいしょ、伸びないな。うわ、真っ黒になりました。久しぶりに磨くから、よいしょ、うわ、真っ黒。今日はね、もう難しいことはやりません。ただこのスポンジを使って磨くだけという動画です。よいしょ、取っちゃおうか、これね、取っちゃう。1、2、3、4、5、あ、6個。ブルーマジックを使った方がいいって聞いたんだけどね、まあ今日はあえてクリスタルマジックでやってみます。よいしょ。さあ、クリスタルじゃないよこれ、なんだかな、よいしょ、よし、お、早々と拭き取ってしまい、どうですか皆さん。なんかあんまり綺麗にならんな。行けばいいのかな。よし。ちょっとね、気に入らないからブルーマジックに変更します。なんか伸びが悪い。ブルーマジックに変更。はい、ちょっとね、金属磨き、これ使います。金属磨き、これ伸びる、拭くのが早い、すごく伸びる、これ最高、金属磨き。
それがいいわ。金属磨きでどんどん磨いちゃえ。すごい伸びる。この滑り、ほら、この手の動き。それでまず、とりあえずゴシ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 いっちゃいます。いっちゃいます。早い。金属磨きは早い。やっぱりね、僕の中では金属磨きが一番。これ一番、金属磨きが一番です。すごく早いです。金属磨き終わり、ふまーす。きまーす。すいません。吹けません。よし。ちょっと金属磨きをやった上から、これ。クリスタルマジック。伸びない。伸びない。伸びない。ですか。これどうですか。これ合格ですか、皆さん。これ合格ですか。こういうところ磨きにくいよね。こういうところね。こういう
ボルトの付け根、これね磨きにくいよね。うん、はい、こんなんです。じゃあそんなんで1本終わりました。まあ結局金属磨き頼っちゃった、これに頼ったんだけど、これ最強だね。もうまたこれであと残り磨いてって綺麗にしたいと思います。よいしょ。これはコツが分かった。ひたすら綺麗に拭き取る。もう研究をしない僕はこれしかない方法は、ひたすら磨いて綺麗に拭き取る。よし、オッケー。いい感じ。こんなんだよ。いいね、いいね、いいね、いいね。ピカピカ。これでオッケー。で、常にタオルは新品を使いましょう。新品。ね、こういうのどんだけ拭いても汚れが伸びるだけだから。新しいのを常に使って。拭いてピカピカに しましょう。磨きます。じゃあまた何かねいい方法、このボルトのところ付け根のところでこうやれば磨きやすいよとか何かあったらコメント欄の方にまた教えてください。ちょっと僕分かんないな、いい方法教えてくださいね。コメント欄の方にこうしています、僕はこうしていますとかいろいろ教えてください。あと高評価グッドボタンね。だあお前ダメだっていう時はこれでもこっちでもこっちでも。じゃあ今日終わります。ちょっとなんか今日の磨きは失敗だ。なんかもうちょっとささっといけると思ったけど、なんか今日伸びない。天候のせい、そんなの関係ないかな。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあありがとうございました。バイバイ。